以上じゃねえよ。一番がいるん役だから。職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダム役でと振りか分けのあられまをす。言わないと大変なことになるよ。はい、じんどうぞ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。使用内です。進行論はないです。各々が無理を考えて出てくれればいいかなと思ってるんで、進行論的には持ち合わせてませんが、僕の思考を解除させてください。思考の巡り方が村っぽいか狼っぽいかもそうだけど、ただ思考ロックしたくないのが、狼だったらやらないとか、村人だったらやらないとか、そういった性質はあんま好きじゃない。あと、盤面情報が確定。なんだろうな。盤面だけのロックも嫌なんで、僕は発言精査をしたいと思ってます。うん。視線の向け方とかどうとかね。うん。あともう一個落としたいのが、自分に対して、じゃあ俺は5番という人物が、5番に対して、いろんな叩きとか精査があると思うんだけど、真っ当だと思ったものに関しては殴り返すつもりもない。で、かつ、その人に向けた精査っていうのが真っ当なものであるのに、その人が殴り返してたら、殴り返してた方のが黒いかなって思うんで。うん。不当か不当じゃないか、真っ当か真っ当じゃないか。この線引きはみんなにしっかりしてほしいなって思ってます。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。はい、まあ盤面揃ってからの2周目精査していく感じですね。はい、5番さんについての印象についても、まあ特に色落ちないかなと思ってますかね。はい、そうですね、まああと5番さん、僕もそうなんですけど、僕もね、それは思うことあるんですけど、なんつうか、まあ、殴り返す必要がないというか、まあ、認めるような発言ってあるじゃないですか。ああ、叩かれて当然だなとか、あ、俺落ち度作ったしなとか思ったときって、なんか腑に落ちてしまう。まあ、それって別にアンサーとかはいらないと、アンサーっていうか、言い返す必要はないと思うけども、その、ああ、こう、なんかそう言われて当然だよなっていうような感じで腑に落ちましたっていう感じの認めた発言っていうのは必要なのかなって思う。じゃあなんか言及がなかったじゃんって叩かれた時に黒くなるからね、うん、7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能です。そうですね一学した場合に普通に記者出てきてほしいかなっていうところと、もし対抗が、もしね、対抗が出てきた場合っていうのは確実に連れ切ってほしい。決め打ったりとかして、じゃあ7番の方が偽っぽいから7番取りました。もう片方の方を、信教なのか、信道なのかとか、そういう精査とかもするかもしれないけど、普通に、狼が残ってた場合って、そいつを決め打ってた段階で負けるので、絶対的に連れ切ってほしいですね。多分、ほぼほぼ、なんだろうな、出てくるのって強靭だと思ってるんで、出てこなかったら出てこなかったらそれではラッキーだなっていう感じかな。と、5番、6番に関しては、両方ともなんだろうな、2周目1ではあるんだけど、5番の最終的な発言、最後の発言で、なんだっけな、まあ、ちょっとそこは宗教な部分もあるよな、まっとうかまっとうかじゃないかっていうのは、その人はまっとうだと思って発言してるからこそっていうのもあるかな。6番に関しても5番に関しても2周目1だとは思ってます。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。占い師ランダムで2番白。まあ、霊能に関しては今7番が出てますが、太鼓いるんであれば出てきてくださいってとこです。騎士に関してはお任せします。で、まあ、7番が言ってた、その、決め、決め、なんか、みたいな太鼓がなんだっていうけど、まあ、それはね、まあ、7番から釣った場合には、その太鼓の色結果っていうのを見て、7番が何者かを考えるから、太鼓が何者かっていうのはまた、あまり考えることはないかなっていうふうには思いましたぐらいです。で、まあ、5番、6番に関しては、まあ、単体精査、まあ、逆精査は、まあ、もちろんしないでほしいし、まあ、いいことは言ってるんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ、言葉尻取るようだと、まあ、5番が言ってた、まあ、
おのおのが考えて出てくればって出てくるって何ってちょっと思ったかなぐらいですけど、まあ別にこれは要素でも何でもないんで、であたりです。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、占い例の決めにしたいですけど、2番が例の占いなら速やかに出てください。2日目に潜伏した場合の2番釣ります。例の占い絶対釣る。はい、1番に至ってはスライドした瞬間釣ります。何があっても。はい、村市と仕様が釣ります。はい、2番は例の占い持っていたら、特に例の持っていたら7番が偽臭いんで出てください。隠れても必ず釣ります。2日目に出てきた人間は釣ります。1番に関してはスライドするとかそういう動きがあったら釣ります。何の役持ってようが釣ります。はい、ちゃんとゲームに取り組まないんだったら1、2番釣ります。はい、何もなければいいんですけども。はい、7番が釣り切り釣り切り釣り切りって言ってるから、霊能で旬がなさそうな気がしてますから。はい、太鼓が出たらしっかり出てください。決め打ちます。はい、7番の偽のを決め打とうとは思ってます。以上です。はい、1番のプレイヤーが発言します。一応ないですね。7番の偽要素なんだったの9番って。でも別に俺釣らない役で一角心を釣ってんのはおかしいけど、まあ、9番ごときが言ったところで俺釣れないと思うよ。でまあとりあえず、まあ、7番気になった。まあ対抗出た狂人ってのはちょっと意味わかんない。なんで狂人だけだなと思ったんだよ。まあ一角した騎士出てっていうのはまあいいのかわかんないよ。まあ2周目ですね。まあ今んところ色落ちないけど、まあ2番がなんか9番ってなんか2番が占いならな出てって言ってたけど、なんでって思ったのよ。ちょっと組み取れなかったら3番さんだったら若が教えてほしいですね。まあ2日目出たら俺も強いけどね。まあ役はね、まあ今んところはそんな感じですね。2番のプレイヤーが発言します。はい、心霊能です。2日目出たら釣る気はないってな、よくわかんないけどね。何これ、俺押してないよ。わけわかんないけど、とりあえず続行でいいんだね。うん、はい、霊能です。イエスの数多くなかった、はい、俺イエス押したんだけど、うん、7番さんが今日なのかどうなのか分かんないけど、なんでかっていうと、2番ほぼほぼだから潜伏占いするわ、2日目、3日目、3日目の潜伏占いあるし、霊能も潜伏するからもう言ってるし、7番がとてつもなく偽くせえし、やっぱり叩きを1番は、あの試合の通り、もうあの、変なムーブする、1、2番で変なムーブする、叩き返してさ、そこの黒さを、しかも下手なムーブする人たちだから、もう、そこをつんない。取れない潜伏とか、もう村を崩壊させる、つぶらの狂人語りとか、不必要な場面で。それは認めないとね。ちゃんとできない人たちだから、だから言ってる、1、2番に関しては。ちゃんとできるプレイヤーはだったら言わないけど。聞いてたけど、正当に叩くとかじゃなくて、そうやって人の価値観だから違くない？ミーだと思うよ。ミーで、例えば3番が5番を叩きました。それに対してミーで、3番叩きって真っ当だよね。っていう精査にしかなんないから。わかるかな？ 5 番自身がどうとかそういうことじゃない。客観視の話かなと思ってる。ね、こんなことある？ 9 番が、2番が霊能だったら絶対出て、2番霊能ですって言ってるんだけど。まあ、追いればいいんじゃないですか？じゃあ7番から行けばいいんじゃないですかと思った。8番が西色でしょ？うん。だから7番から釣ればいいんじゃない？ 9 番に関しては、まあいいんじゃないですかと思うけど。まあ、盤面それ次第でいいんじゃない？今んとこ平和村だから、平和村だったらだったで、別に強いんじゃないですかと思ってますよ。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、どうなんでしょうね。8番さんが新占いならば、2番さん白という状況か。私、7番、2番だったら、7番さんの方が新かなってちょっと思ってて、9番さんがいた7番さん偽っていうのもわかるんですよ、もちろん。わかるんだけど、7番さんが言った、すり切ってっていう発言は、結構狂人目薄いし、人外目が結構薄いと思ってるんですね。2番さんが言った5番さんが白いは早すぎると思ってます。だから2番さんが、もしかしたら狂人で、白、打たれたけれど出た可能性がワンチャンあるかなと思ってます、私点は。
で、5番さんが言ってた真っ当か真っ当ではないかっていうのは、初日の段階なら納得できるんですね。それが真っ当であれば、真っ当じゃないとする。でも、最終盤面になった時って、真っ当か真っ当ではないかっていう発言ではなくなると思ってるんで、そこは5番さんの来る要素でもあると思ってます。5番さんが狼要素でもあって、あると思ってます。ぐらいですかね。以上となります。5番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ、部屋村でいいですか？ドーンって感じでね。占い9白です。潜伏レイにガシャ、まあ、トップバッターで自分に白が打たれたら、ラッキーかなと思ったけど、そんなこともなかったかなって感じかな。で、まあ、グレーで変だなと思ったのは1番。なんか、結構7番にヘイトを向けてたっていうか、精査をしていたが、グレー精査の方が絶対に大事だと思ってるし、発言の大半がグレー精査になかったから。一番の中で、じゃあ、当時グレーであった5、6、9に対する感覚とか印象ってどうなのっていうところがめちゃめちゃあるし、3、4からクルーさん拾えていない。だけど、6番も別におかしくなくて、6番っていうのは、最初俺に指摘して、6番聞いてねえけどな、接続切れで。6番の俺らの補足っていうのがかなり真っ当で、もちろん認めた発言は必要。自分が叩かれたら認めた発言は必要。かつ、それが相手の白良さ足りえるかなって思ってるから、そういった精査の仕方は全然できると思ってるんで。まあ、レイノは釣り切りでもいいと思って、まあ、発言聞いてたけど、レイノはどっちでもいいんじゃない？釣り切りでいいと思ってます。かなあと、どうだろうな、グレーがなんかな、一番ぐらいしか変なやつがいねえなって感じ、グレーには。三騎士。まあ、出なくてもよかったような気もするけど、まあまあまあ、いいか。俺は1かな。グレーだったら。まあでも7に釣り切りでいいんじゃないですか。はい。6番のプレイヤーが発言します。7番のプレイヤーが発言します。この場面って8にいるウローっていうのもあるのかなと思ったんだけど、初週の9番が2番が心霊のだったら出て、出てって言って2番から出てきてるから、急に狼8狂人なのかなとか思ってたんですけど、そこに白を出してる5番っていうのがいるから、どうなんだろうなと思いますけどね。どのみち、私が1週目に行った、釣り切ってください。これは確実にやってください。2番が強かローかはわからないけれども、8にいるウローで2番がそのまま出てくる。釣られる、釣り切られるっていう状況で2番が狼に出てくると思わないからこそ、対抗で出てくるやつっていうのは強靭なのかなって思ってるから、どうなんだろうな。急な発言でも5が9しろでしょ？これは本当に、本当にお願いするんですけど、別に7番から先に釣ろうが、2番から先に釣ろうが、絶対的に釣り切ってくださいね。2番が強かどうかは分からないし、もし私が初日に釣られて、7番先に落としますねって7番が死んだ場合、2番が7番に対して黒結果なりという白結果だったりとか多分言うと思うけど、それでもし仮に黒結果が出た。あ、じゃあ2番新進行でいいじゃんって置くの絶対やめてくださいね、本当に。くれるかな。だからこそなんかそういうところを発言を拾ってるっていうか、白いわけじゃないけど、4番に関してはそういうところを拾っているからこそ、7番そういうことが言えるんだったら、芯もあるんじゃないのっていう視点を持ってるからこそ4番っていうのは印象がいい。私目線で言ったら4番が印象がいいかなって思ってますね。5、8の対比は正直現段階ではわかんないです。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、7番釣ります。まあ、2番の白が出てるんでっていうのもあるけど、そうじゃないとしても7番が偽だと思ってて、7番視点で、じゃあ自分が先に釣られた場合、じゃあ2番がなんか7番に色結果出して、黒結果出たから死んですねとか、白結果出たから死んですねって、別に色結果を持って審議差つけるもんじゃないと思ってるから、まあ、内訳とかだったらまだわかるけど、なんか、どの視点で言ってんのかなって。で、7番って9番を怪しんでる視点じゃなかったのかな。7番視点だったら9番が一番おかしいってならないかなっていうふうに思ってました。僕は現状9番が一番おかしいと思ってるけど、7番が偽っぽいで、2番が2周目で出てきたら2番釣るって、7番が偽っぽいんだったら7番釣れやと思ってたから、9番の言ってることって結構むちゃくちゃだと思ってるし、まあ9番に関しては
まあ、どっちにしても5番が9白打ってる状態だから9番には占い飛ばすけど、そうじゃなかったとしても9番って結構変な位置だなっていうふうに思ってはいました。とりあえず今日は7番からいきます。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、7番つって2番新進行でいきます。はい、そうですね、7番は 1+1 を100って言ってるからです。あ、そんな例のはいりません。1冊1は2だという人じゃなければ無理です。はい。2番から縄をかけて7番を釣り切ってくれみたいなニュアンスで言ってる霊能は、おかしなことを言ってます。7番時代はその考えを改めないなら何度でも釣ってやるから。最高決め打ってやるよ。俺の言う通りにしろ、これから。公式を持って言いなさい。7番、2番を釣って私を決め打ってくださいが正解です。霊能の発言は。ロラしてくださいはありません。2番つって私を決め打ってくれが正解です。2番つって私をロラしてくれというニュアンスはないです。はい。太鼓が出ることを話してはいけません。真の霊能は1周目で。はい。2番新進行、7番釣ります。7番が霊能としての公式として間違ってる回答を出してるから、7番の真を決め打つことはもうできません。はい。はい。7番自体が、はい。やってることは、おかしなこと言ってます。はい。ね、決め打ってくれとこれから言ってください。はい。なので、7番のもう、すいません。もう、それが7番の答えであれば、私の中の人狼ゲームとしてはおかしいんで。だから2番新進行でいきます。はい。占いに関してはわかんないです。はい。まあ、7番捨てもビビにならないと思うんで、7番いきます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。7番さんは好きすぎるでしょ。俺釣り切るよ、7に。安定進行が一番強いと思うからね。だから9番なんか、微妙だな。だ2番の、まあ、2番芯で思うんだったら2番決め打てる要素言った方がいいんじゃない。別に2番芯っぽくもないし。まあ、7に釣り切って、まあ8番9占って言ってるから、まあ5番は俺怪しいやったら占ってみようって感じでね。偽物か本物か分かるからね。これ6番接続切れてんの。どうすっかな。4番さんってなんでさ、あ、もう一回聞きたいんですけど、72でなんで7死んだと思うか言ってほしいっすね。まあ、けど7番、まあ、ちょっと例の、なんですけど、すり切ってって、まあ、例の持って言わない方がいいよ。まあ、安定進行でそう言ってるのか分かんないけど、まあ、そうっすね。まあ、7番から行って、7にどっちもすり切る感じで。まあ、占いちょっとまだわかんないっすね。はい。まあそんな感じ。ちょっと6番がいらないなって思ってるな。はい。2番のプレイヤーが発言します。まず別にアンサーするけど、9番さんに言われたから出てきたわけじゃないよ。うん。霊能だからそのまんま出たって感じ。じゃあ1番さんの言う俺が怪しいっていうのはどういう風な意味で怪しいの ?8 浪2浪 ?8 強2浪 ?8 浪2強普通に白もらったら潜伏するけどね、俺だったら。まあそこはそれぞれの考えだと思うんだけど、これは俺目線の話、俺目線ね。うん。7を釣ってくれって話。PP ないから。うん。絶対 PP ない。でも村目線ね。これ、村目線の話に立ったときだよ。僕釣るべきじゃない。それか明日例の、もう決め打ちだよ。占いと、もう占い先とか例のとかの。今日下手したら PP あるからね。しくったら村が。俺は7に入れてくれたら PP ない。でも村の民意としては6釣ったら PP は、絶対になくて明日の考察を聞ける。明日の占い先も、まあ占い神がどうなるかは分からないけど聞ける。
それだけ残しておくよ。うん、で4番さんはなんか村だったら、まあ新霊能だったら釣り切り発言するのが新霊能だって言うかもしれんけど、俺は太鼓を釣ってくれ、俺を決め打ってくれっていうのが俺の新感情だけどね。まあ、そこは宗教の違いだわ。3番のプレイヤーが発言します。まず今日は絶対的に6番釣ります。理由は当たり前だよね。接続切れだから姫かまれます。あとの政府さんは任した。別に7番が新郎でも対抗出たら釣り切りって当たり前だと思うよ。だって霊能で出てる状況か対抗出たら自分釣られた場合絶対釣り切ってくださいっていうのは別に新霊能でも言うから、そこは7番にせようとして全くならないと思ってるし、5番は普通に新だったら初版出てか出て3子を狙った方が良かったんじゃないのと思ってるけど、はい、今日は6釣りね。4番のプレイヤーが発言します。まあまともな方がいてよかったなと思ってます。6番さん釣りましょう。7-2で絶対に死んだっていう名言ができてるのは9番さんだけですね。だから正直6番釣りしかないと思います。7-2で言うと2番さんが出たのって正直私8から1で、7番がニスラって主張があったからこそ2番さんが強振で出た可能性を追ってるんですね。正直言うと。1周目の発言を聞いて最後の位置だから私は。だから7番さんがもしかしたら新霊能で、釣り切り発言をしたから2番さんが出た可能性がある。だから7番さんが新感情なのかなっていう発言です。1番さんこれ1周目もちょっと言ったんだけど、あまり発言を聞き逃してる感じがあるので、ちょっと1番さんが2周目怪しいかなと思ったけど、難しいですね。ぐらいですかね。6番さんが狼だったら簡単なイージーゲームだったけど、ぐらいですかね。8番さん、5番さんだったら、正直難しいんですよね。5番さんが3番さん、4番さんに、基本的に、なんだろう、黒目を追っておらず、1番さんだけにフォーカス。8番さんも、9番さんが怪しいって言ってたし、こう、あんまり9番さんってそこまで怪しくは感じなかったんですね。だからどちらかというと5番さんと8番さん比較すると5番さんの方が真っぽい感情というか視点は5番さんの方が真かなと思ってるけど、まだ分かんないですね。正直言うと難しいところです。5番さん8番さんに関してはぐらいですか。はい、以上です。6番さん行きましょう。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。聞こえますか？充電切れてました。申し訳ないです。はい。聞こえてるかな？なんか、自分のアバター立ってないけど。ごめんなさい、本当に。あ、ルーですかね。はい、申し訳ないです。ってことは、まだ1日目の投票だったの。申し訳ないです。頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。
まあ、姫すらなんだけど、騎士誰？八が九白？オッケー、八が九白。九どこ？九番角白で？二、二、六白六白で？あれどこ？あと。五が一白。五が一白。九番が角白で？じゃあ七番から行こっか。まあなんか姫を陣外って言うんだったら別に釣ってくれても構わないけど。三組入ってんでしょ？まあ9番から強靭目って一切感じられないから、9番が決めればいいんじゃないの。でもあの時点は接続権6だよ。残しとくメリットが 100% ないから。5番が1。なんで5番って1裏なったんだろう。あ、そっか、8番が2。あ、そっか、そこ霊能だからってことか。まあ、9番が進行、あ、4番と9番が進行とればいいと思いますよ。以上。4番のプレイヤーが発言します。どうしようかな。多分盤面的には51ローローか81ないよね。だから51ローローでしかない盤面じゃない？これって。8番1番だった場合は5番が死んじゃないってことになるから、だから51ローロー、3番3狼だった場合は、多分5番3死んで3番狼しかない状況下ですよね。だから3番視点だと、絶対的に5番が偽になるんですね、今現状が。ほぼ5番偽なんですよ。1番視点は8番がほぼ偽で、8番ローローですよね。7番、2番の発言を聞きたいかなと思ってて、正直9番さんが言うほど7番さんが絶対偽っていうほどでもないと思ってるんですね。だから、まあ、9番さん、教育釣りみたいなことで7番釣り停止をしかねないと思うんで、もし本当に盤面的にね、置いてる方がいらっしゃったら、占い師詰めて行った方がいいかなと思ってるんですね。8番さんも5番さんも多分盤面的に詰まってると思うんですよ、今。5番さん視点は3番さんが狼でしかない。8番さんの視点は1番さんが狼でしかない。もしかしたら振動振動だった場合は、7に釣り切り、行った方がいいんですけれど。狼って感じますか？8番さん、5番さん。霊能者に。ぐらいですかね。まあ、占いしか、9番さんが言う視点を詰めましょう。5番のプレイヤーが発言します。俺目線の話をまずすると、その、3番がいわゆるアーマーシワケでしょ。で、実際にグッチョブが起こってるわけだから、3の狼目ってあんまないと思ってるのね。で、3を村置きしたときって、振動振動なんですよ、盤面が。新郎新郎だから82とか全然あると思ってるし、新郎新郎だからこそやっぱり91、なんか俺の城先なんだよ、91って。91城先なんだけど、なんだろう、そもそもグレー精査をしてない人物この2人だと思ってるから、うん。で6城でしょ、だから新郎新郎が全然あると思ってる俺は。うん、だから6の接続切りだから痛かったなって思ってるんだけど、どうなんだろうな。8が2白で。ってなると、27の真偽をつけなきゃいけないんだけどな。なんかどっちもな。なんかどっちもグレース精査をほぼしてないんだよね。どっちもグレース精査をしてない。なんか霊能の話じゃん、この村がやってるのって、ずっと。霊能ばっかの話だから、謎ないよね、正直。91も91で霊能ばっか触れるし。そう、だから91どちらかに強人がいると思っており、進路してるのだと思っている。だから8の相方軸を考えたときに、8の発言から、8は7叩いてるしな。投票は？あ、まあ基本的には6だな。だから8、7に見えないから8、2なのかなって思ってしまってるんだけど、どうなんだろう。1、9どっちかに強人で進路進路。7番のプレイヤーが発言します。そうですね。私も8、2かなと思っているんだけれども、これが2番が強靭だった世界線を考えたときに、5、1ってのも全然終えるんだよね。8、2か5、1かなと思っているくらいかな。2番が強靭じゃなくて、9番が強靭だった世界線っていうのが、普通に8、2、ロール、9、強靭っていう世界線もあるわけなんだけど、そうだな。5番さんと同様、3番が狼でやってるとは思えないし、その理由に関しても、3番神でグッジョブが入ってると思ってるから、
3番が、あの、狼だったとした場合、地神をしてるわけだから、その世界線って多分ほぼないと思う。だから3番弾く。その視点も5番と同様。ってなったときに、そうだね。でも5番ロジックで考えたとき、でもね、初心の段階からなんか、グレーの中で一番おかしいのは1番だよねって言ってたから、5番が1占い飛ぶのは理解できる。で、8にロールだった場合って、8番が2番を初日の白囲いしてるわけなんでしょ？でも8ロジックで考えたときに、2番しかないんだよね。なんだよね。だから2強っていう世界線がないのか。だから8にロールだった場合っていうのが、別の場所にいるんだな。91どちらかに狂人がいるってことになるんだよな。8にロールだった世界線っていうのが。5がローだったときは一番だと思う。かな。くらいしか落とすことができないかな。もし今日仮に私が釣られたらピーピー起きるよね。そうだな。7になったら2ってください。くらいしかないかな。8番のプレイヤーが発言します。まあ3番のローに関しては基本的には追ってないですが、3番がローだった場合は地神ではなくて神なしだと思いますが、まあその線については薄いかなって。で、7番がまたおかしなこと言ってて、8-2が5-1だと、あなた目線で。で、8-2が5-1、5-1っていう世界線を残してながら2番が狂人の世界線がないってなんかおかしなこと言ってて、いや5-1だったら2番狂人じゃねえかよって、7番の言ってることが相変わらずおかしいなって言ってました。で、ローメを感じてるか感じてないかっていうと、まあ難しいところではありますけど、じゃあ7番がローだった時の相方がどこになるのか、じゃあ5番だった場合ってじゃあ1-7ローローってこと、それはどうかな。まあ、1番って結局、まあ、釣り切りを提唱してた人物ではあるけど、微妙だなって。7番で相方が1にいるときの発言には取れなかったかなっていうふうに思ってます。まあ、7番っていう人物が、まあ、5番の1占いに納得いってる人物だから、1-7だった場合は、あんまりっていうか、1番にヘイト向けてる5番っていうのを、よくは思わないと思うから、これも結構キャンセル気味かなっていうふうに思ってるんで、7番は狂人で見てる。で、まあ9番1番に狂人がいるっていう話に対してはないだろうって思ってます。狂人がいた場合は自分以外の、やつが全部スムラを確定するから、例えば9番が狂人だったら1-3-6はこの段階でスムラって分かってるから、ボアチクソに叩きに行くはずだし、それをなんかグレースケールしないから狂人みたいなのはないかなって。むしろ狂人だったらもうゴリゴリに絶対ご主人いないって分かってるところから釣りをしに行くんじゃないかなって。9番のプレイヤーが発言します。な、5番が死んだったら3番のローを追わなければ死ぬ、8番が死んだら一応1のローとかあるってことか。3番を追わなければ。難しいね。決め打ちだね。まあ、占い行くか、霊能行くか。まあ、自由に投票すればいいんじゃないですか。というか、まあ、決め打ちですね。まあ、4番がどうしたかったの？霊能行きたかったの？占い行きたかったの？決め打ちだよ。どうしたいの？占い？霊能？まあ、霊能なら霊能で、決め打って、占いとかなんか言ってほしかったね。まあ、例のでいいんじゃない。決め打ち失敗したら、まあ、6が村なら6が悪いってことで。まあ、占い師にはわかんないな。難しいと思ってますよ。頭冷やすわ。進路か。あれか。1番が黒くなる。頭がなんか、お願いします。すいません。1番のプレイヤーが発言します。だ、俺はね、まず絶対8番にしか行かないですね。5番の新芽上がってるから、まあ8番は7番の、まあ7番に対しての精査良かったんですよね。まあちょっと難しいなこれ。3番グッチョブでしょ。まあ、俺目線は、まあ、進路が3番が人狼かなんで、8-3か。めっちゃむずいな、俺。いや、8-2はめっちゃ見えるよね、普通に。8-2ロールは見えるよね。なんかむずいな、これ。
8番ってさ、なんかさ、9番、1番の強靭がないっていうのは、なんか、ちょっとよくわかんないんだよ。2、7のどっちかの強靭がいるってこと？なんか微妙だよね。いや、これむずいな。俺3番のローはちょっと追えない。やっぱ新郎新郎ですね、これ多分。8-2 じゃない、これ。まあ、8-2、8-7。8-2。まあ、俺8-2しか行かないかね。いや、これむずいっすね、この盤面。まあ、俺5番新目上がってるんですよね。ちょっと2番の話聞いてきます。今のところ8、99%8 に行きます。のプレイヤーが発言します。5番の新芽が上がる理由っていうのがよくわからないのと、なんでその8282って追わせるの？だってさ、89からもう7釣りっていう発言が入ったんだよ。覚えてるよね、それ。で、1番さんはなんて言った？釣り切りって言ったよね。その時6番さんっていうのは接続切れだったよね。4番さん、まともな人3番さんいてくれてよかったって言ったけど、俺言ったからね。俺が言ったからね。俺目線では、もう一回言うけど、7つったら PP ないんだよ。だけど、村目線では、村目線に立ったら6釣るべきなんじゃないって、それ俺言ったからね。そこのところ4番さんちょっと思い出してみて。俺捏造とかしてないからね。で、なんで8番さんが9番さんを隠し白にする理由があるの？そこでなんで5番さんの芯が上がる理由があるの？よくわからないけど。3番さんの地紙は追ってない。3番さんは真っ当なこと言ってて、俺と同じく。まあ、便乗だって言えば便乗なんだけどさ。まあ、票がばらまくと面倒なんで、霊能の決め打ちでお願いします。霊能でお願いします。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。2384が7投票に来てるわけじゃないですか。私ね、こう2番の発言を聞いた段階で思い出したんですけど、思い出したっていうか、あ、そういえばそうじゃんって思ったのが、8番の強世界っていうのが100ないから、8番狼でしかなかったんですよね。8番、狼軸で考えて、8番の強世界っていうのが 100% なくて、で、8番に密造されたんですけど、2番が強人だった世界線っていうのが、なんだろうな、51ローローだった場合っていうのは2番強人になり得るんじゃないかとか、82ローローで、で、2番が強人だった世界っていうのが、なんだろうな、3番を完全に弾いてるわけなんだけど、そういうところも含めたら、っていう感じかな。ちょっと待って、発言ちょっと語彙力がちょっと足りてなかったね。申し訳ない。普通に82ローローだと思いますけどね。51ローロー、1番の発言聞いて2番の発言を聞いてほぼ8に傾いてる。51ローロー、あんま見えづらいし、2番100黒だと思ってるから、そうだよな。まあ、ちょっと私が先般しちゃったのかな、これは。51が2投票してくれたんだね。でも51、まあいいや、はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。あ、ぼーっとしてたわ。
7番釣り8番行こうかなと思ってたら、あ、俺投票し忘れたわ。571、まあ3番4番がそれ行ったんだったらもういいんだね。もうじゃあ7釣って8釣りましょう。もうそれでいいんでしょう。もう5番死んだと7番釣ったってことは知らんけども、夜が明けました。いいんじゃない。昨夜は1名の方が亡くなりました、うん、何これ。3番4番のプレイヤーが発言します。はい、5番視点は2番が、7白ですよね。だから1番さんが確定狼だからですよね。だから一番さん行きましょうか。え、これって場面的にもうどうしようもなくない？5番さん1番さんって。ちょっと待ってね。2番さん9番さんに訴えなきゃいけないんですよ、4番視点だと。2番さんが言ったのは、違う、ごめんね。ちょっと、言い方が悪かったかもしれないけれど、2番さん視点で、じゃなくて、2番さんが黒いとかじゃなくて、8、9、1番さんが、7番さんが偽だっていう主張を言ってたから、2番さんがあえて狂人として出てきた可能性があるよって4番さん、4番が言ってる主張だけね。2番さんが単体で、クルーズとか何も汲み取ってないから、そこは単純に、誤解ですね。2番さんに関しては。くらいかな。だから今日1番さん、18の欄でいいのかな、これって。今日18の欄かな。あ、違うか。12の欄か。5番さんがニクロ出してるから。だから私は1番さん行きますね。100%。1番が騎士を、語りで出てるんですよね。だから 100%1 番が確定で偽です。偽というか、確定で狼ですね。8番さんが1クロ出してるから。はい。くらいですかね。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ7つが釣れてしまった時点でもうきついかなっていう、ほぼほぼサレンダーだと思ってるんだけど、人外が釣れてない、6番狂人とかではない限り人外が釣れてないのって、で1番は多分あれでしょ、スムラでアーマーしたか、本当に強人かって感じでしょ多分、本戦8にいろいろ。で、8番が強人だった場合、で4は騎士でも騎士だから。そう、狼市がいないから、8にいろいろでしかないです。4の騎士確定、3噛まれ。3の地神追わないっしょ、さすがに。3の黒さないし。まあ、ただ1、2ランだったら村は絶対1行くだろうなって俺も思ってる。シンプルに。1番が黒いから、招集からグレーセーサーもしないし。だから1占ったっていうところで、まあ、2番から俺への、まあ、1番目線5のシーンが上がる理由ってのは分からんよ、ぶっちゃけ。2番目線だったら、それ納得。だけど2番目線5が2になる視点は俺から見たら分かんないし、8の新要素も、ないよねってところは。まあ、これは、そうだね。6が悪い。6が悪い。村の負けです。多分。9番も結構尖ってましたね。7死んだったんで。まあ人のせいにする気はないかな。俺が圧倒的に指名取れれば勝てたと思ったんで。まあ2に行ってほしいけど、みんな1に行っちゃうんだろうな。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ1番黒だったんで1番釣ってください。まあ、1番と5番でしたねっていう話です。そもそも論、まあ、2番死んで決めてんのに、まあ、5番からしたら2番に黒打つしかやることなかったんだろうなって思いました。1番投票です。9番のプレイヤーが発言します。3番ってさ、1番は嵐なんだからなんで蹴らなかったの。要は2番いきます。タララって意味わかんないです。はい、タララが意味わかんないです。7番が聞いてたら、3番の真似はするな。3番の真似したら、変なプレイヤーになるから。9番の真似をしろ。決め打ってください。ロラは飲めません。これが正しいから。3番は言ったけど、1番をなんで、
減らないの。減れって言ってんじゃん。前の試合も嵐行為を行って。だからもうちょっと1番だ、もう同窓拒否だから、もうただ、3番はもう1番を蹴ってくれ。3番はもう学習してくれない。嵐だから、こいつは。うん、ならもう2番いきます。もうサララって何なのかわかんないんで。はい。はい、もう、はい、2番いって8番いきます。はい、もうそれだけ。はい。もう勝手にしてください。はい、私は負けは勝とうが。3番は1番を蹴らないから、こうなるので。1番はもう嵐だから通報します。はい。もう、同窓拒否なんで、俺を見たら抜けてください。はい。3番はもう1番を蹴ってください。嵐ということで。はい。嵐を蹴ってください。もうゲームになりません。2位つって走ります。はい。1番のプレイヤーが発言します。いや、嵐試合で普通に。アーマーしただけなんだけど。で、4番が折りグッチをしてたら、普通に、よかったじゃん、普通に。しかも9番でない、投票放棄してるくせに何言ってんの？強靭じゃないの、普通に。まあ、9番村だったらまだ勝てる可能性あるんだけど、2番行って8番行って、2、8ロール確定だから。9番強靭じゃん、普通に。全然嵐でも何でもないんだよ。意味わかんない、マジ。9番なんか村っぽいんだよ、普通に2行って8行くとか言っては。もう6番で強靭落ちてるんじゃん。まあ、それか。まあ、ワンチャン3番強靭っていうのもあるけど。まあ、まあ、9番村って思うしかないよね、これも。まあ、2つって8つは勝ちなんですけど、8番の発言で試験を得たらやばいっしょ、普通に。やばいっしょ。だって8番ってなんか、5番は2に黒を打つしかないとか言って。あれで試験を得ないっしょ。これで4番さん降りきたらやばいっしょ、マジ。まあ。まあさっきの、まあしょうがないね。まあ2番に行けなかったら村が弱いってことだから。まあそうですね。7が真なんですけど、まあ28なんで。2番行ってほしい。9番強靭じゃないのかな、なんかもうかけるしかないですよね。28つった勝ちだから、まあ2番行ってくださいね。2番のプレイヤーが発言します。9番強靭ならかけるしかないねって笑っちゃったんだけど。うん。まあ、4番さん訂正するわ、謝罪する。うん、まあ、俺のあの、捏造ってわけじゃないけど、把握漏れっていうか解釈の違いだった。申し訳ない、そこは。はい。もう一回説明すると、8がわざわざ9の隠し路を作る必要性っていうのはない。少ないんだよ。ないとは言わないよ。でも少ないよ。隠し路を作ると黒作るところ、盤面狭まるから。そこはわかるよね。で、8、9と、もう俺の芯を決め打ってくれたんだよ。うん。でも俺はそこをちょっと待ってくれって言ったんだよ。だから俺、8、2ロードだったら、7つって6がいないんだから、もうそこで PP なの、終わりなの。わかる？それ。よく考えて。うん。あと30秒与えるわ。一番さ。8、2ロード。強靭どっかにいる。うん。まあ、騎士は、まあ、たまたまグッジョブが起きた。でも、そこで、俺が、8、9が7に行きたい。1は、まあ、釣り切り。うん。俺は6から行こう。じゃあ、誰が真？全プレイヤーの発言が終了しました。いやもう4番2番がすればもう1番がひどいから1捨ていいんじゃない。これは2番入れるけど4番の考え変わらなかったら1でいいよ。1行って終わろう。2番行かなくていいよ別に。1でいいよ、任せるよ。1行こう。うん、4番が噛まれたら1行くよ。めんどくせえから、もうそれでいい。4番が悪いっていう。2番のプレイヤーが発言します。まだ言うことあるのか。誰が俺に入れたんだ。
待てよ。159か。まあ、5は入れるわな。ヒロちゃん、なんで分かってくれん？ハチが猛プッシュしただろ？ヒロちゃんだって猛プッシュしただろ？一番さ、ローラーだろ？俺、それに乗っかればええや。何言ってんの？一番のプレイヤーが発言します。一番とんでもなくおかしいけど、発言。これ、9番さん、強人じゃないですね、本当に。なんか、ちょっと、嬉しいけど、これ、まあ、4番の、論外な騎士が、チコロクしてるから負けんじゃない？まあ、8、2ロールなんだけど。え、マジか。じゃあ、3番、6、どっちだろうね、強人。9番、強人じゃないですね、これ。マジか。どっちだろう。3番ってアーマーしたでしょ。じゃあ、6番が強人だったってことかな、これ。9番が強人だったら、1番行くに決まってんだろうよ。何考えてたの？ 4 番なら、まあいいよ、もう4番。4番噛まれたら1から。人外に逃げた。4番、その代わり4番の責任するからね、これ。いやー、マジか。なんでこんなの蹴らないんだろうね。まあ、勝ち目あるね、一応。下手なことをやってるやつなんて、もう蹴った方がいい。8番いったんは村ビクトリーなんだけど。発言がおかしいな、もう1番だけど。9番強人だと思ってたわ、それ。どっちだね、これ3、6強人。まあ、2番いってくださいね、はい。全プレイヤーの発言が終了。私が悪人ですね。もう4番勝手にしろ。もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番の遺言を発表してください。いや、もう人外票が入ったとしか俺目線っていうのは思えないんだけど、なんでローラーあそこでしてくれっていう目線人とさ、いや村目線そこ違うんじゃないのっていう人とさ、まあなんでっていうのと、そこプラスアルファさ、あの強人だったらとかさ、勝ち目どうこうとかって、もう勝ち目もクソもないっていうの分かんねえのかな。投票狙いできねえんだから、もう信じらんねえわ。気をつけてください。こういう記事ダメなんだよ。上手い騎士は投票狙いで紙一見るんだよ。こういうのができない騎士がいるんだから、もう自分で決めらんないんだったらっていう、投票にするんだよこれ、意地張らずに。本当はで、ちゃんと紙一を見るがまでが正解なのに、本当にさ、自分の意見を曲げ、あの、あんたが噛まれるか俺が噛まれるか見ればいいだけのことだろ、こんなもん。簡単だろ、こんなゲーム。夜が明けました。投票にしないんだね、もうこの騎士が。昨夜は、騎士が悪いと思う。1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。はい、9番さんが分かってると思うから説明すると、もう いらねえよ、もうピッ、あの、はい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 、1番目線、偽が透けてる8番に行ってるわけ。え ?8 番じゃねえや。8の偽が分かってて、2番に行ってるわけだから。5の芯が分かってて、2番に行ってるわけだから。うん。1これ、東京放棄じゃないよね。1は入れてるよね、ちゃんと。?1 が放棄してんの、これ。8が1って言って、5、9、4が2。いや、4番、3番がファインプレイだよ。この試合は。うん。9番強人じゃないにかけるよ、本当に。9番さん、頼む。強人じゃない。あなたでやってくれ。1番もね。1番ワンチャンあるってやな、強人が。だって1って投票放棄してるっしょ、これ。2番に行った？これそうだよね。1番投票放棄してるよね、多分。ダリー。ダリーよ。2番の8の新上げはそもそも進路だったときにおかしいから、
強人語りやってくれよ。8番のプレイヤーが発言します。まあ多分一番強人だと思うんだけど、そら黒打ってるから自投票するわけにもいかんで、あしたんでしょどうせ。はい、5番いってください。まあ9番で黒打ってもよかったけど、別に9番に黒打たなくたって7番釣れると思ったから打たなかっただけです。別にそれ以上でもそれ以下でもないっす。状況を見ての判断なんで、別に9番に黒打つつもりはあったけど、まあやめときましたってとこです。5番いってください。多分1番だと思ってるんでお願いします。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、はい、はい、巨人でした、はい、1番のプレイヤーが発言します。まあまあしょうがないですねこれはね。占い1黒どういうこと。占い1黒、なんかよくわかんないですけど、これはもう負けっすかね。まあよくわかんない、いいよ。人狼師匠7号楼、決まって落ちがすね。人狼師匠7番5番ロー。ん？いや、なんで余計なことすんだよ。一番は強人っていうよりも、あれだよ。余計なことしなくていいよ。この人、多分、一番って放棄じゃない。9番は何やしたいんですかね、5番も。早く、あんたが村だったら8番行けよ。それができないんだったらもう俺知らねえから、こういうプレイヤーとゲームしたくねえわ、もう。レベルが低い奴らばっかりだ、もうこの人狼ゲーム。本当に俺の足引っ張って。いや、これ、どうなんだよね、これ。1番が村だったら、8番人外なんだから、8行きゃいいだろうよ。早く切れよ。なんでこんなレベル低いプレイヤーばっかなんだろう。どうなんだろうって、強人だったら5番行きゃいいだろうよ。余計な強人しようとかするから、本当に邪魔なんだよ、もう。本当にこの人ってもう下手なんだよ、プレイが。わかるか？ヒロジャンっていうのが一番上手くて、この一番って下手なってことが。わからないプレイをすることはダメなんだよ、村として。俺みたいに見習え、俺を。